もうすぐ解凍祭だよな。この時期きっとみんないそいその買い物して自分ちをお祭りモードで飾りつけてるはずだぜ。今年はどんなテーマなんだろう。気になってきたぞ。リーユエコーはあちこち回っていろいろ聞いてみようぜ。 Go stop yapping. AnywayHello, hi, welcome to the London Ride Stoppy. Can we check how many there is? No. Okay. What's the reward look like? What is that? Ooh. Just Wushu dance. Okay. Oh, I forgot.The off freaking song is off. Oops. お前たちの話を邪魔しちゃってないよな。安心して。国政さんをインタビューしてたわけじゃないから。タコの購入に。How do you get you? タコ？お土産用にリーユへの工芸品を買ってフォンテーヌに持ち帰るのか？そうよ。それに。パイモンはまだ気づいてないみたいだけど、今年の回答祭のテーマはまさにタコの。そういえば、確かに空にタコが。パイモン、do you want to be a kite? リーユエコーは絶えず発展している。あ、look the chamber. Cool. ばかりにとらわれず、新しい流れも組むべきだと思ったの。私たち七星はリーユエの伝統を継承しつつも。他国の技術も参考にしてみようと考えた。They won't be making a kite. They will be making a plane, man. If that's the case. 私が前回リーユエコーに来た時、天地園の行幸さんから協力について話があるって言われたのを覚えてるかしら。それがこの件だったってわけ。まあ、共同事業を推し進めるって言っても、私はただ自分の人脈を使って。行幸さんに何人か面白い人を推薦しただけよ。話し合いをもとに最終的に選んだ案がリーユへの伝統工芸品であったこと。Okay. It doesn't seem speak. Okay. フォンテーヌのマシナリー式フローティング装置を組み合わせるというものだったわ。マシナリー。You want a big floating device? Ask Wilsley, man. He make a floating ship. なんだかすごそうだな。でもタコって風の力を借りれば飛べるもんだろ。Who's that? 答えはその質問の中にあるわ、パイモン。タコがどれだけ高く遠くへ飛べるかは、糸を持った人の技術だけでなく、その日の天候にも左右されるでしょう。風のない日だと、どれだけ経験がある人でも、水の中のスイートグッピーのようにやきもきするしかない。その通り。リーユエがこうして、人が治める国になったんだもの。だから自分たちで工夫してタコを飛ばせるようになろうと思ったの。それに気軽に遊べて楽しいものであればあるほど大勢の人が参加してくれるはずだわ。Sounds awesome. でしょ？私もこのアイディアは目のつけどころがいいと思ったわ。しかもコストだってそうかからない。シャルロットさんのおかげで共同作業も順調に進んで。新型のマシナリー式タコも Can we have the kites for the teapot? 今のところ供給は十分足りていそうね。価格設定については私たちも試行錯誤して伝統的なタコと比べてもさほど高くないものになっているの。おお、いいな。国政もシャルロットもそれから行幸もオイラと同じでおもちゃが好きだったんだな。おもちゃね。そう。ほらね、国政さん。みんな第一印象はこんな感じなのよ。ええ。確かにタコは長い歴史を持っているとはいえ、特殊な儀礼で使うことを除き、多くの人が民間のおもちゃだと認識しているのは否めないわ。でも私にとってタコはそれだけではないの。みんなはあまり想像できないかもしれないけど、軽い上に、薄くてたった一本の糸で空高く飛べる紙のタコというのは同時にリーユへの古今の魅力を乗せた宝でもあるの。古い詩集でこんなものを読んだことがあるわ。
支援に託せし言葉、旅の者へ送らん。天外より未だ帰らざる人あり。昔のリーユの詩人はよくタコで思いを表現したり、田園風景を詠んだりしていたのよ。もし今の私たちがこういった遊びから趣を汲み取ることができれば、きっとこの先もより多くの人が伝統の美を感じ取って伝承していきたいと思ってくれるはずだわ。さすが国政だな。オイラよりも考えが何歩先も行ってるぞ。Really? 物知りなのね。私も勉強になったわ。こういう話を気に入ってくれるなんて私も嬉しいわ。タコにまつわる民話ならいろいろ知っているわよ。例えばタコが思いがけず飛んでいってしまったら、仙人が風で持っていったってみんな言うの。これは不運を吉兆として捉える一種の言い方ね。へえ、他にも面白い話ってあるのか。面白い、そうね。あ、じゃあタコの制作に関することはどうかしら。これもある種の貴重な伝統工芸なの。祖父がまだ子供だった頃、タコの作り方は年長者たちから少しずつ教わっていたと聞くわ。細い竹で骨組みを作り、紙に好きな絵を描いて貼り付け、糸を結ぶ。そして空を見上げて、その手でタコを雲のそばまで届けるの。A lot of fish and butterflies. タコに名前を書いて、最後に糸を切って自由に飛ばす人もいれば、素敵な願いをタコの絵柄に込めてる人もいるわ。その絵柄と願いにはどんな関係があるの？ぜひメモしておきたいわ。そうね。例えば蝶の模様をあしらったタコは、束縛を破り自由や幸福を追い求めることと関係している場合が多いわ。へえ、他にもあるのかしら。ツバメ飛びは一番伝統的なもので、幸運や吉報を意味しているわね。色によっても細かな違いがあるわ。Are you seriously gonna do an essay on me, bro? フォンテーヌの花言葉みたいに。ええ、そうでしょうね。両親や祖父母に聞けば、いくつか知っているって人も多いはずよ。もし興味があるのなら、こういった題材を扱った書物を家で探してみるわね。見つけたら貸してあげるから、ぜひ参考にしてみて。ありがとう。すごく助かるわ。よし、リアルで生き生きとした記事、構成もバッチシ思いついたわ。さて、オイラたちもいろいろ見て回ろうと思ってたし、そろそろ行くか。ええ、じゃあ私はシャルロットさんを家に連れて行って、ついでに少し休憩することにするわ。そうだ、今年は総務市がタコ揚げの大会を開催する予定なの。日時は That part of the mini game? I don't think so. 旅人とパイモンも、もし興味があったら、ぜひタコを持って参加してみてちょうだい。ルールは簡単よ。制限時間内にタコを一番遠く、高くまで飛ばせた人が勝ち。その人には特別な栄誉が与えられるわ。それから秘密の報酬もね。私はその夜のためにフィルムをたくさん用意したわ。当日は壮大な夜景が広がること間違いなしだもの。You'll be there. 報酬あるところにオイラたちありだぞ。じゃあ二人の活躍を期待しているわ。うん、また大会当日に会おうな。お、旅人、待った。右を見てみろ。ああ、こっそり見るんだぞ。いやいや、お前が気づいてたかどうか知らないけど、さっき国生たちと話してた時、あの二人がじーっとオイラたちのことを見てたんだ。I do agree. 表情もすごく Hot damn, you're still talking. だよな。よかった。同じことを考えてたみたいだな。あいつら、
の怪盗祭でもいつも砲塔団が問題を起こしてたし、やっぱりここは待ってるだけじゃダメだぞ。先手必勝、陣営のごとくだぜ。おう、オイラは左、お前は右からな。おう、パイモン。ん? I forgot again. It's so awkward for the music, dude. I'm not gonna add music. Never mind. Who knows? But it's probably Stario music, dude. この二人にならば隠す必要もあるまい。我は三眼五剣仙人、昨月蓄養神君だ。こたびは属性を遊歴しておる。我のことは交渉と呼べ。信じるもんか。あの偉そうな鹿の仙人が自分から李有光に来るわけないだろ。パイモン、口が過ぎるぞ。ふん、オイラの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。うん、お前まさか自分のことを利水定山神君って言うつもりじゃないだろうな。うん、まさにその通り。我も昨月と共に人の世へ降りてきた。我のことは摂釈と呼ぶといい。こいつらよく調べてるみたいだな。でもオイラの経験上、めっちゃ計画を立ててるほどでかいことを企んでるんだ。I don't believe them. 今から戦艦軍を呼んで仙人のふりをしてるこの悪い奴。But at the same time, there is cloud within us, so. 何を言っておる、島よたか。If you really claim to be who you are, then can you prove it?まったく。前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で龍雲の調理神器を用いてイエンドゥシェンを料理したであろう。あの即席イエンドゥシェンの味は悪くなかった。あれから龍雲に神器を借り調理法を入手し、たまに料理の趣を楽しんでおる。たまに。前回我が山を訪れた時、その姿を見るや否や神業背後の琥珀に隠しておいたではないか。それを昨月め、先ほどお前をかばったというのに恩をあだで返すというのか。そもそもこの二人が信じないのが悪い。であっても山でのことを漏らす必要なかろう。まったく龍雲のようなことをしよって、はあ、まあいい、お前と争うのはやめだ。 I suppose they really are。 そこまで話してくれたらさすがにわかったぞ。 I mean with a design like an NPC I wouldn't be surprised if I was you know。Take it as a compliment. A few people, it was. お前は前々から基地に富んだものであったな。龍雲がお前を高く評価したのも頷ける。一つ聞いていいか。その利水定山はまだしも、昨月地区よ。お前はどうして町まで降りてきたんだ。ずっと対面を気にしてただろう。Interesting。仕方なくだ。龍雲が李有光へ行ってから、山は日々静けさに包まれるようになった。怪盗祭も近づき、我らは龍雲が今年の予定を事前に説明するものだと思っておったのだが、Okay。 今日に至るまで
その影を全く見せておらん。So she ghosted them. 理由は物事を忘れるようなものではない。Oh, is she busy doing something then? 山を動かずとも水は動けるというものだ。友が皆リーユエコーにいる今、我ら二人も人の姿に化けるしかあるまい。故に共に町を訪れ、龍雲を探しておったのだ。だが、先ほどお前らがそのマシナリー式タコとやらの話をしているのを耳にし、現状を大まかに把握した。そこでいろいろと思うことがあってな。やはり帰ることにしたのだ。Are you happy about it? Are you not happy about it?パイモンが知らぬのも無理はない。龍雲の性格を考えると、今頃あやつは進化を燃やしておるはずだ。自信家で傲慢な龍雲は、自身の仕掛けの術が誰にも負けぬと思っておる。舶来の装置などもってのほかだ。今頃は戸を閉ざして放客を拒み、花田錦の改造に勤しんでおるだろう。Oh, I guess it makes sense. 邪魔をしないでおこうと思ってな。もし数日のうちに龍雲に会うことがあれば、我らの代わりに挨拶を頼む。そっか、わかったぞ。じゃあ、二人とも気をつけて帰れよ。ゆっくり景色を楽しんで、少しでも怪盗祭を楽しんでってくれよな。うむ、気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。まさかオイラの早とちりだったなんてな。あれこれ心配したのに結局知り合いだったぞ。お、そうだ。遅くならないうちにタコの屋台を覗いてみよう。Can we buy them? 大きくて綺麗なタコがあるといいな。大会で披露するためにな。It depends. いらっしゃいませ。タコのご購入でしょうか。ご希望でしたら。それぞれの絵柄について簡単にご紹介しますよ。ツバメ飛びに蝶々。お、これって。Also, the music should be on, but I know I don't hear anything. ああ、こちらの軍玉閣のタコは最新のものですね。ここ最近よく売れていますよ。もしかしてこれにも何か意味があるのか？もちろんです。軍玉閣は豊かな富を象徴しています。この先多くの財をなせるようにという祝福が込められているんです。うーん、おいらこれがいいぞ。失礼、ちょっといいでしょうか。チエンさん、品は用意できましたか？ええ、そこに置いてあるのがそうです。素材の紙に竹串、染料、どれもタコを作るためのものになります。わかりました。ではこちらで包んで慰労府まで届けるようすぐ表紙に連絡します。慰労府？怪盗祭中はどんな感じなんだろう。え、ちょっと見てみたいな。おや、慰労府に興味があるのですか？もしそこに行くのでしたら、お手数ですがガミンに声をかけて一緒にこれらの荷物を運んでいただけないでしょうか。ガミン？ガミンってさっき言ってた表紙のことか。I guess the Japanese will call him Garmin. 私たち脇町は主にリーユへの交通輸送を担当しています。そして橋局は脇町に属する組織です。ただ一つ問題がありまして、怪盗祭の期間中は多くの同僚が休暇を取って家に帰り、家族と共に過ごします。仕事を受ける者が一気に減ってしまうのです。もしあなたたちが手伝ってくれたら、少し予定を前倒しして、私も次のお客さんに会いに行くことができまして。聞いた感じ、本当に忙しいみたいだな。Well, we'll help, as per usual. もちろん報酬は十分にお出ししますので。この時間だと、ガミンはおそらく近くにいるはずです。この大通りに沿ってまっすぐ進むと、右手側に銃武撃で使う道具が置いてあるので、そのあたりにいるでしょう。タコを買うのであれば、また後でいらしてください。お二人には割引しますので。お、そういえば私の叔母のことはご存知ですか？みんなから山婆やと呼ばれてる人です。叔母が以前ガミンについて話していたことがあります。親切で話しやすく良い青年だと言っていましたよ。うん、グッドノー。おいおい、
負けた方が座王におごるって約束したとはいえ、そこまでへこむことないだろう。元気出せって。別に俺が払ってもいいから。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くない。ガミ、俺は何も負けを認めてないわけじゃない。ただあんな方法で逆転されるとは思ってなくてだな。あんなの大したことじゃないさ。造作もないことだ。レタスを食べるのと同じくらいな。お、よかった、ガミンがいたぞ。ちょっと邪魔するぜ。お前がガミンだよな。さっき脇町の人が来て、イラーフに荷物を届けるのを頼みたいって言ってたぞ。お、ああ、ローシューの兄ちゃんか。仕事があるみたいだな。じゃ、お先に失礼すんぜ。そうか、行ってこい。帰ってきて時間があったらまた遊ぼうぜ。次は絶対負けないから。 Can I have that thing behind you? Behind the pillar? That thing looks cute. 持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。全部タコを作る材料なんだ。それにそんな遠くなかったしな。タコか。なるほど。パイモンはいいやつだな。こりゃちゃんと礼をしないと。で、そっちのお前が旅人だろ。よろしくな。はい。礼を言うぜ、お前にも。え、オイラたちのこと知ってるのか？ That's a good point. リーウェじゃ、お前らを知らないやつの方が少ないんじゃないか？ That is good. 話はいろんなやつから聞いてるぜ。すっげー有名人なんだよ、お前らは。おっと、そうだ。もし老衆の兄ちゃんが礼を言ってなかったとしても気を悪くしないでくれ。代わりに俺が礼を言うから。兄ちゃんはいい人なんだけど、最近はすんげー忙しくてな。あちこちバタバタと走り回ってるし、だから多めに見てやってくれ。No worries, man. 今回リーウェには怪盗祭のために来たのか？うん、この時期のリーウェは1年で一番賑やかだからな。オイラたち、お前にくっついてイローフを見に行こうかって話してたんだ。おう、構わないぜ、一緒に行こう。イローフまでの道にはすごく詳しいんだ。一歩たりとも遠回りさせることはないぜ。俺が道案内するからには。物語を話すのも、冗談を披露するのも、雑談で退屈を紛らわすのも、全部俺に任せてくれ。そうだ、着くまでにいくつか飯屋があるんだ。どれも俺がよく行くいい店でな。一緒にどうだ、飯時になったら。食材は新鮮で豊富、さらに安くていいもんばっか。何を頼んでもうめえのを保証すんぜ。 Don't say that. Okay, Paimon is drooling. 新しい友達の前なのに、オイラのイメージをダウンさせるようなこと言うな。 You were like face to face with him. Hello? 大丈夫だって、分かってっから。ほんと仲いいんだな。俺もよくそうやってふざけ合ってるぜ、兄弟たちとな。さて、他に用事はあるか？お前らの準備が終わるまで待っとくぜ。大丈夫だぞ、オイラたちずっと旅してるから、必要なものは全部バッグに入ってるんだ。おっと、そりゃそうだな。よし、じゃあ出発だ。安心してくれ、お前らのことはしっかり守ってやっから。なんだ、yeah, sure, buddy. 俺は表紙だからな。Xiang Ling and Yao Yao. People Shadow of Foraging. Rumination. Oh, this is that Goba thing. Can I have that? Is that a thing?What is this? I don't remember. Oops. Ah, frick. Hey, buddy. So cute. What the hell? Oh, that's not what I want. Yeah, yeah. Move.
It's like cute, actually. I don't know. It's like you can ride on it. Okay. もう少しで不当につくぞ。あと数歩だ。頑張れ。頑張れ。Oh. Boop. Up. Bop. 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 Bye. $15,000. Not bad.Die! Okay. Somebody exploded on him. あの動きは表紙とは関係なくって俺の趣味だ聞いたことあるだろ十部劇って I heard about it somewhere マジかよ十部劇っていや新玉の谷一帯じゃ結構有名なんだぜ I guess not 誰かが新しく店を始めたり誰かの家で祭日を祝ったりする時なんかに呼ばれて舞を披露するんだまあ You seem pretty happy about it 劇とは比べ物になんねえけど自分でも分かってんだ。リーユエコーで十部劇を見たいって人はあまりいないってな。だから、せいぜい副業程度にしかならない。うん、え、副業でやってるのか。お前、そんなに体力あり余ってんのかよ。おう、全然へっちゃらだぜ。ちょっと休めばいいだけだしな。あ、分かった。お前。毎朝自然と目が覚めるまでぐっすり寝てるんだよ。オッケー、バディ。いや、徹夜で札遊びしてたぜ。昨日の夜も。あ、ワウ。そうなのか。さ、先に進もう。埠頭はすぐそこだ。ついてきてくれ。Gaming walks forward and exchanges few words with the boatman near the docks. The next thing you know, he's called for everyone to board the bamboo raft. リーユエは山道が多すぎて飛ぶのが疲れるんだぞ。せっかくお腹いっぱい食べたのに、またペコペコだぜ。なら、どんどん数でも食うか。店で買ったやつだけどな。俺が作ったんじゃなくて。食べる！持ってるやつ全部！おいおい、食いしん坊すぎやしないか？お腹いっぱいになったら飯が。Don't worry, she's a monster when it comes to food.いっぱいでどれだけ歩いてもどんだけ仕事しても疲れないのと同じようにななるほどなほれバイモンあと旅人の分もあ、thanks 白草おじちゃんもお疲れ様っすああ横に置いとくぜおじちゃんの分も Coming seems to be real like a real person people person he can get along with anyone he treats everyone he meets like close friendsだな。どんどん数は子供の頃から食べてるんだ。道端にある屋台から町の大きな飯屋までいろんなとこで作られてるけど、どこも少しずつ味が違う。気に入ったんならその店の住所を調べて教えてやるよ。帰った後にな。おっと、俺としたことがおしゃべりしすぎたか。
静かに景色を見るのを邪魔してないよな。もしうるさかったら言ってくれよ。俺なら大丈夫だからな。気にせず率直にな。大丈夫だぞ。Almost there. 喋りのテンポが良くて賑やかだし、話してて面白いからな。お腹いっぱいになったから機嫌がいいとかじゃないよな。それとこれとは別だぞ。You slowly lose yourself to the beauty of the scenery. Before you know it, you're greeted at the side of the wharf. Oh, 着いたぞ。荷物を忘れるなよ。それと降りるときは足元に気をつけてくれ。踏み外したら水の中にドボンだからな。白草おじちゃん、ありがとな。体に気をつけてくれよ。じゃ、またな。さ、ついてきてくれ。あっちから行くのが近いんだ。氷極は上にあって、リフトで上がる必要がある。ち、ゆっくり歩いてくれ。どうしたんだよ。街はこんなに賑わってるし、もう放蕩団だっていないだろ。Okay. それはなんつうか。なんだよ。はっきり言えよ。見えるか？あそこにいるおじちゃんとおばちゃんが。うん。みんな俺の親戚なんだ。ほえ。あの人たちが買い物すると日が暮れるまで帰らないんだ。はあ、参ったな。敵じゃなくてただの親戚だろ。何怖がってんだよ。あ、もしかしてなんかすごい悪いことでもしたのか。そんなわけないだろう。ただ親戚付き合いが苦手なんだよ。避けて通れるなら避けておきたい。機会があったらちゃんと説明するよ、お前らには。でも今は仕事が優先だ。 OK、 We will sneak past them. Wait, what? 左は人が多い。 No way。 まっすぐ行こう。そーっと、そーっと。 Coming, is this a date? Hot damn, we're gonna wait for them? Okay. Oop. We're going here? Huh? Oh.Gaming aunt. Oh god, his name, bro. His name. Like the worst nightmare to deal with. I feel like the music is too loud now, but then again.I think it might be a good thing. Oh. I'm just following your lead, buddy. なんだそんなに気に入ったのか？じゃあ、ドンロン数を小さな山になるくらい買って、その中に埋めてやるよ。そん時はオイラの頭を外に出しておいてくれな。よ、チキおじちゃん、荷物を持ってきたぜ。こっちの二人は旅人とパイモン、一緒にここまで運んでくれたダチだ。はい。じゃ、荷物は A さんおじちゃんのとこに置いてくるな。ああ、ご苦労だったな。そっちのお二人もありがとう。今お茶を入れるから少し休んでいくといい。
けすぐ行くから。おいおい、せっかく来たんだしちょっと休んでけって。かなり本格的なんだぞ、俺ら氷局の小螺旋川。一度飲んだらまた飲みたくなること間違いなしだ。あと、チキおじちゃんも座ってな。おじちゃんに何でもかんでもやらせるわけにはいかないし、俺が入れてくっから。どっちも片手間にできることだ。俺がいっぺんに片付ければすぐ終われ。旅人は苦手なもんとかないよな。パイモンは甘いのが好きだから、お茶は少し薄めにしよう。あと、茶葉を使った点心も2つつけとくぜ。もうそこまで把握してんのかよ。君たちはガミンと知り合ってどのくらいなんだ？2 minutes。たまたま一緒にイローフに来ることになったんだ。ガミンってすごく親切だろ。だからちょっと話しただけで仲良くなれてな。ガミンはそういう子なんだ。覚えが良くて人間関係にも気を使ってる。私たちの知り合いにベテランの兵士がいるんだが、この前雨が骨にしみると言って一日休みを取ったことがある。そしたらガミンのやつ、わざわざ父母黒まで行って白先生に薬を処方してもらってな、徹夜して届けに行ったんだ。こんないいやつがみんなに好かれないわけがないだろう。ただガミンの家族は。チキおじちゃん、荷物を届ける人手が足りないって A さんおじちゃんが言ってんだけど、俺が届けてこようか？いやいや、それはさすがに大変だろう。でもタコの材料だし、家の子供たちが遊ぶためのもんかもしれないだろ。この時期に送るってことはきっと怪盗祭に間に合わせたいんだと思うぜ。おっと、その前にさ、お茶を飲んでくれ。 Wait, what? Oh, I thought he was making the tea. そうまで言うなら配達を頼もう。The uncle, I mean. 二人とも明後日の朝は暇してるか？ザオ茶でもどうだ？新月券で俺がおごるからさ。え、よ、どうしたんだよ、そんな改まって。当然だろ、お前らには迷惑をかけちまったんだから。それに俺んちの状況を語るとなると一本の布地みたいに長くなる。だから座ってゆっくり話さないと。いいぜ、食べ物があるならオイラは断らないぞ。よし、じゃあ俺は行くな。また明後日。パイモン、腹を空かせとくんだぞ。忠告はしたからな。あいつオイラのことを侮ってるみたいだな。見せつけてやらないと、この器の大きさは。 OK buddy。ガミンの家庭環境ってそんなに複雑なのかな。ガミンって人当たりが良くて行動力も高いし、それに仕事だって丁寧だろ。何か衝突があるとは思えないけど。ああ、なんというか、いや、あの子が自分から話すつもりのようだし。あ、カマン、口出ししないでおこう。君たちは年齢も近そうだ、共通の話題も多いだろう。あ、ウィド、もしよかったら私の代わりに助言してやってほしい。頼まれてくれるか？ I'll try。おじさん、時間があったらオイラたちにちっちゃい旗を作ってくれてもいいぞ。こう書いた旗をな。趣味、人助けって。 What? なら作るよう頼んでおこう。他に希望はあるか？それ以外に書きたい文字とか。いやいや、ただ言ってみただけだぞ、冗談を。ガミンみたいに統治法で喋るのが映ったんじゃないか？お茶はまだあるか？おかわりはどうだ？もう大丈夫だぞ。せっかくここに来たんだし、オイラたち埠頭の方を見に行ってくるぜ。さっき親戚たちを避けてる時に路上にたくさん屋台があるのをちらっと見たんだ。リーウェイ港にないタコがあるかもしれないぞ。That's not a bad idea. ああ、
じゃあ楽しんでくるといい。お茶のおかわりが欲しければ言ってくれ。休みたくなったらいつでも歓迎しよう。ガミンには何も言うことないが、あのことだけは心配でな。同年代の君たちの言葉なら聞き入れてくれるかもしれない。よく言ってやってくれ。 Something to do with dad, huh?はい。その言い方、まるでわらわと会いたくなかったと言っておるようだが。Hello. Yeah. Okay, buddy. こやつを手本にするといい。これこそが年長者を敬う。Are you angry about the kai thing or what? なんか年寄り風を吹かしてきたな。タコ揚げ大会のことを聞いて引きこもりながらあれこれ叩いて仕掛けの研究をしてるんじゃないのか。どうしてこんな遠くまで来てるんだよ。しかもそんなに大きな箱まで持って。お、買い物してたのか。だったらなんだ。七星がフォンテーヌの技術を導入してタコ揚げの大会をやることとわらわに何の関係がある。お前たちの目にはわらわがそういう属性の勝負ごとに対して腹を立てるようなやつに映ってるのか。いや、オイラじゃなくてリスイと昨月が言ってたんだ。あいつら自分に言いにくい名前までつけてたぞ。全く覚えてないけど、とにかくあの二人が町に来てお前を探してたぞ。会ったらよろしく伝えるよう頼まれたんだ。カオン、You forgot about him? リーユエコーに来てからというもの、時が経つのが早くなったせいか、すっかりあの老骨二人のことを忘れておった。詫びとして戦争でも持っていくか。いや、こうして慰労府に来たのだから、茶葉がいいだろう。I mean, he is nice.他に買わなければならないものがあったようだ。お前たちはここでしばらく待っておれ。すぐに戻ってくる。え？え？待てって、オイラたちに荷物搬させる気か？あいつ、現れるのも去ってくのも風みたいだな。本当に嫌だぜ。Let me at him.見てらっしゃい。行営層直送高級茶小羅千賀だよ。お客さん、茶葉を買いに来たのかい。よい品だ。あの二人に一貫ずつ持っていくとしよう。二貫買おう。あいよ、お客さん。実は今怪盗祭の大安売り中でね。なんと三貫買うと1割引き、四貫で2割引きだ。四貫で2割引きだと、これはお得だ。テイ君とピンにも一つずつ持っていこう。では四貫もらおう。おや、もしかするとお客さん贈り物かい。だったらこっちの特製セットを。Bro, I'm gonna smack you in the eye. ほら見ておくれよ。この包装が実に綺麗。赤いリボンがおめでたい感じを見事に演出してる。親戚や I get how you feel, mean. 断然こっちの方が見栄えもいい。十巻は少々多いか。だが高魔耐性と弟子たちの分も入れれば。レディー、ストップ。ふむ。ストップ。それに十という数字はすごく縁起がいい。十全十美って言うでしょ。よし、お題の端数はおまけしてあげよう。He's just gonna add more shit。ならそれを包んでくれるか。毎度あり。Oh, thank God, he stopped.そちらのレディはお目が高いようですね。どうぞ、私の店もぜひ見ていってください。Damn, you,
You shouting or you talking? 私はフォンテーヌのおもちゃ商人でしてね。ここで売っているおもちゃはすべてクロックを動いているんです。カーボニアで成功、そしてすごく面白いものばかり。ならば言ってみろ。一体どこがどう面白いのだ。ああ、おもちゃは遊んでみないとわからないものでして、少々お待ちください。今お出ししますので。お。結構だ。どうされました？最新で最上位のものを一つ、しっかり包んでくれ。ああ、はい、わかりました。さ、どうぞ。説明書はですね。いや、結構だ。礼を言う。ここは人が多い。わらわが若者のからくりおもちゃのために、足を止めているところを他の者に見られては、メンツが立たん。Buddy, a little okay. Interesting. I should head back before she notices us. Us? You? Me? Oh shit. Whoop.人との付き合いを好まぬだけでできぬわけではない。It seems like she's easily swayed into buying things. That box looks fit to burst already. お前たちは買い物をしに来たのではないのか。まだできてないんだ。でも見た感じ、イローフにタコの屋台はなさそうだな。むしろフォンテーヌから来たものが多いぞ。まさか。お前たちもあのタコ揚げ大会に参加するつもりか？おそ？つまりその子供たちはみんな参加したがっているということだ。Is your case gonna be now or what? この欲しそうな目でまとわりつかれたり、なんとも耐え難いことであろう。ゆえにわらわも仕方なく手作りタコ教室を開くことにした。This kite had to do something with わらわ自らタコの作り方を教えるのだ。あ、オビティナ、I'm guessing. That's why she wants to participate. I'm guessing. シュユー、Who's that? I forgot. 大会に参加するだけなら既製品のタコを買えばいいのに。カウン、お前いいやつだな。何がマシナリー式フローティング装置だ。あんなもの、人間たちが作った粗末な装置に過ぎぬ。Okay, buddy. わらわはかれこれ1000年以上仕掛けの術を研究してきた。戦力を原動力としている点は置いておくとして、その中身に着目すると。Okay, buddy. 素材は竹のような軽さと鉄のような硬さを持っており、空に放てば風の力で千里先まで飛ぶ。その構造は六穴十二度をめぐり。まあよい。お前たちに話しても理解できぬだろう。話すだけ無駄であったな。めちゃくちゃ喋ってたくせに。ずっと我慢してたんだろうな。で、お前たちは参加するのか？ああ、ずっとオイラたちのことを教室に誘ってくれてたのか？Sure. よかろう。材料を用意する必要はない。わらわがすべて揃えておく。では明後日の午後、奥蔵さんで待っておるぞ。Today, around midday, こんな大きな木箱、少子を雇わなくて大丈夫かよ。少子、わらわにかかれば移動など自由自在。他人の手を頼る必要など。I mean, she did came here by herself, so. Okay. Oh. That thing can probably defend itself, so.その名も流木運搬神技。ちょっとシンプル。すっごいどやってるな。あいつ意気揚々と歩いてるけど、
周りの人はみんな変な目で見てるぞ。まあまあいいか。ちなみにあいつの箱の中にはマシナリー式なんとか装置ってのがたくさんあったぜ。だ、別に盗み見たわけじゃないぞ。飛んでる時にちょっとふらついてうっかり上にかけてあった布に触れちゃってな。そしたら中のものまで一緒に落ちそうになって、オイラがパシッとキャッチしてやったんだ。What will I do about you? あいつってすごく世間体を気にしてるよな。口では装置のことをあーだこーだ言いながら、持ち帰って中に何が入ってるのか見ようとしてるぜ、絶対。うん、おそうだな。あいつの気持ちも汲んでやって、オイラたちは知らないふりをしておこうぜ。これが年長者を敬う時のふさわしい態度ってやつだろ。 I apparently did not read that before, soI'm not gonna read that now. Kaito Sai Oyasuri Chu! Kaito Sai Oyasuri Chu! Gyoe So Chokso no Kokucha! Shora Senga! San Kande Ichiwaribiki! Yon Kande Niwaribiki! Jukande Hangakdayo! Sounds like a scam.よくわからないまま売れちゃいましたが、リーウェのお客さんにとっての決め手は何なのでしょう。こちらも割引セールをやるべきでしょうか。Okay, buddy. Well, since we are supposed to meet her in 2 days, midday.